反旅団の士官と兵士反旅団は、フランス革命戦争当時のフランス陸軍において、初めて用いられた編成単位。準旅団とも言う。ドミマイナスとはフランス語で、半分のという意味である。フランス革命戦争に際して、大量の未熟練義勇兵が加わったことにより、歩兵各部隊ごとの練度に著しい格差が生じたが、これを解消するために、熟練部隊と未熟練部隊の混成で新たに編成したのが、反旅団である。反旅団指揮官の階級は、大佐相当で、シェフ・ド・ブリガードと呼ばれた。反旅団という呼び名は、連隊の語が持つ、旧体制の封建的な響きを避けるために選ばれた。しかしナポレオン・ボナパルトは1803年にこの言葉を廃止し、反旅団は連隊に解消された。反旅団という呼び名はその後も特定の部隊、例えば第13外人準旅団などに限って使用された。現在のフランス陸軍の常備組織としての反旅団は、その第13外人準旅団のみである。1792年4月20日に、フランス立法議会はオーストリアへの宣戦布告を決議し、それとともにプロイセンもフランスとの戦いに加わった。1792年の戦況はフランスに有利に推移し、オーストリア領ネーデルラントとドイツの一部を征服した。しかし、1793年1月21日に国王ルイ16世をギロチンにかけたことにより、フランスはオーストリア、プロイセンだけでなく、イギリスやドイツ諸邦、サルデーニャ王国、スペインなどを含む対仏大同盟との戦争を始めることになった。1793年中頃までには、フランスは1792年に征服したすべての土地を失い、複数の正面で戦っていて、諸外国の侵入を受ける恐れがあった。この揺り返しを覆すために、フランスは数々の手立てを講じた。1793年8月後半、ラザール・カルノーの発案により、国民開兵制すなわち若い未婚の男子に対する大規模な徴兵制を導入した。同じく8月後半には、歩兵部隊を混合編成する法律も通過し、反旅団が形成されることとなった。反旅団は、フランス革命軍の構成要素として1794年に組織され、1個師団は3個旅団からなり、1個旅団は3個大隊からなっていた。フランス革命軍の歩兵部隊がまず直面した問題は統一の欠如だった。陸軍には大まかに3つのタイプの歩兵が存在し、それぞれユニフォームも組織も装備も賃金までも異なっていた。正規歩兵ブルボン王朝の旧王立連隊の後継として、訓練も装備も比較的よく白い制服とタールトンヘルメットを着用。国民衛兵訓練も装備もやや劣り、青い制服を着用。連盟義勇兵部隊訓練も装備も乏しく、赤いフリジア帽と3色の円形章以外は制服と言えるようなものはない。各部隊の相違は補給の問題として現れ、またその給与の違いによる部隊間の不和も生じた。反旅団の目的は、異なる3種類の部隊を一つにまとめ、同一の装備、組織、賃金及び制服を与えることだった。反旅団は3個歩兵大隊からなっており、その構成は、王立陸軍の流れを組む、正規歩兵1個大隊と、義勇兵、または国民衛兵いずれかの2個大隊であった。それぞれの大隊は皆敵弾兵1個中隊と、銃兵8個中隊という同一の組織になっていた。書類上では、反旅団は2437名の兵士と4門の6ポンド砲を持つことになっていた。国民開兵制は、フランス陸軍の規模を一挙に拡大させ、1794年8月までには100万人以上が武装していた。反旅団は、歩兵部隊を組織する合理的で単純な方法であったが、当時の戦争状況のため、編成が進んだのは1794年になってからだった。いくつかの反旅団が別々に、あるものは戦列歩兵反旅団として、あるものは軽歩兵として編成されたが、いずれも兵器や装備の統一が取れていなかった。フランス革命戦争の進展とともに、各半旅団は特定の色の制服を着用するようになった。1794年後半までに、フランスはオーストリア領ネーデルラントとドイツのラインラントの再制服を完了した。半旅団は1795年のフランス政体の総再政府への移行、ナポレオンのイタリア遠征の成功による1797年の第一次対仏大同盟の終了、第二次対仏大同盟の成立による戦争の再開、1799年のナポレオンの権力掌握と失政政府の成立という期間を通じて存在し続けた。1802年のアミアンの和約により平和が回復すると、ナポレオンは1803年に歴史的な用語である連帯の復活を命じた。半旅団は連帯に解消された。しかし、半旅団という用語はナポレオン時代以降たびたびフランス軍部隊の呼び名として復活した。今日最もよく知られた例は第13外人準旅団である。ポーランドの第二共和国は国境防衛隊及び国民防衛隊の編成単位として半旅団を採用した。ありがとうございます。